こんにちは、Bレジェンド上野です。今回は、私が、やっているトレーニングのメニューで、やっている中で、私が気をつけていることだったり意識をしているところをちょっと踏まえつつ、解説をしていきたいと思います。で、普段トレーニングをしている方もそうですし、トレーニングまだ始めたての方もそうですし、少しでも、何かしらコツとして、ご提供できるものがあればと思いまして、この動画を作っている次第です。今日、解説していくのは、このチェストプレスのマシンです。名前の通り胸のトレーニングを行うマシンなんですけど、よく胸といえば、ベンチプレスをやる方も多いんですが、ベンチプレスと動作はかなり近いものがあります。ただ、フリーウェイトのベンチプレスとはまた違った、刺激の入り方をするものでもありますので、これも賢く使っていけば、筋肉を発達させるのにすごく有効だと思いますので、そういったところで、私が、普段実践している感じ方だったり意識の仕方をちょっと、やりつつ、お見せできればかなと思います。はい、チェストプレスに関して特にこの重要になってくることで言うと、前に、このバーを押す動作になるんですが、押していく中で気をつけましょうっていう点、何個かあって、この首が特に多いのが首がすくんだ状態で押してしまう。あとは、押したり戻したりの時に肩甲骨が離れていってしまうと、肩が前に行った状態でバーを押してしまうようなケースがあったりします。で、結構この重りを上げよう上げようと思うと、どうしても胸以外の、筋肉も使って押してしまうので、そうなってくると何が起こるかというと、肩が前に出てしまって、でそうなると実は胸には刺激入りにくくなって、でなおかつ、肩だったり肘だったり、場合によってはなんですが、手首とかに、負担がかかってしまって、怪我の恐れもありますので、そういったところを気をつけて、取り組んでいただくだけで全然違うかなと思います。じゃあちょっとやってみつつで、その後また解説も交えたいと思います。はい、いきます。よいしょ。はい、動作やっていく中で特にこのプレス系の種目、マシンのチェストプレスもそうですし、ベンチプレスもそうですし、どうしても胸に入る感覚が少ないなという感じる方におすすめな方法としてなんですが、特に、バーを、押す動作、ここに結構意識が働きがちなんですが、しっかりと胸を狙うためにはここも大事ですが、下ろした時で、この時に、胸の筋肉が、この辺ですね、外側にグーッと伸ばされている感じが、あるかどうかをしっかりと、見てあげると胸に、効きやすいです。下ろした時に胸の筋肉が外側にストレッチをされているような感覚があれば、その状態から押す。そうすると胸に刺激が入ります。で、この時に、胸にストレッチを感じる、ために、大事な方法としては、肩をしっかり後ろに引いて胸張ります。肩甲骨は寄せた状態を作って下ろしてあげると胸の筋肉がストレッチをされます。で、腕の幅に関しても、よく幅が狭いと腕に効きますよみたいな話があるんですが、で、この肩甲骨がしっかり寄って胸が張れていて、
で下ろした時に胸のストレッチが感じられるのであれば、手の幅はその幅が、正解になると思います。逆にやっぱり広げないと胸に入らないよねというところで、無意味に広く手幅を、持ってしまうと、それはそれで肩だったりに、負担がかかってしまうケースもあります。特に、普段の姿勢から肩が前の方ではなくて気をつけした時に割と後ろ側に肩が来てしまうような方、私も結構そのタイプだと思うんですけど、そういう人は無意味に手幅を広げてベンチプレスだったりこのチェストプレスを行う と、かからなくていい場所にもストレッチがかかってしまって怪我をしてしまうこともあるように感じます。なので、そこは幅はご自身で調整をしてしっかりと胸の筋肉だけにストレッチがかかってなおかつ押しやすいところというのを見つけていただければと思います。あと握りに関してもまあいろいろ考え方があるんですが、私は親指を、組む、巻いちゃうサムアラウンドよりも親指抜いてしまう、サムレスのグリップで、行うケースが多いです。こっちの方が胸に効く感じが得やすいなというところでこっちを採用してます。でこれについても、ご自身でやってみてどっちがいいかなというのも、試しつつやるのがいいかなと思います。で特にこの、このマシンだとなかなか、起きにくい事故ではあるんですが、ダンベルだったりバーベルを持つにあたってサムレスっていうのは結構場合によっては危険が伴うものなので、そこは、導入は慎重にしてもいいのかと思います。特にダンベルに関してはサムレスは危ないです。私もやりません。ダンベルを使うときはしっかりサムアラウンドで握ってます。バーベルに関してはサムレスを、使ってやっています。はい、というところで、終了。